つら？アクアにも電気ができちゃったのかな？カカカカカ、頑張るみ！大好きな学校を守るためにって始めたスクールアイドルだけど、みんなと歌ったり踊ったりするのがとっても楽しくて、もっともっとたくさんの人に私たちのこと知って応援してもらいたいなって思うんだ。いつかみんなでもっともっと大きなステージで満員のお客さんの前でライブしたいなーなんて。でもね、たくさんのお客さんよりもあなたがいつも見ていてくれることがほのかにとって一番幸せです。読んでみたいストーリーを選んでください。にぎぎぎぎぎぎぎこにこに、ま、待ってよ、おみちゃん、ぶとりちゃん、もう二人ともひどいよ。さっきから歩くのが早すぎるよって何度も言ってるのに、どんどん先に行っちゃうんだもん。そりゃしてると水族館が閉まる時間になっちゃうって分かってるけど、少しだけ休憩しようよね、いいでしょ。やったー。あ、ちょうどいい場所にベンチがあったからみんなで座ろう。よっと、はあ、落ち着いたけど、ふみちゃんってやっぱりすごいな。毎日このくらいの距離を歩いてるんだよね。私もこうして外を出歩くことは嫌いじゃないけど、毎日だとちょっときついかも。何か面白いものとかがあればいいんだけどね。で、あれ？あそこにあるタピオカミルクティーのお店、新装開店って書いてあるよ。しかも今日限定の新作メニューがあるんだって。ねえ、ふみちゃん、小鳥ちゃん、せっかくだからちょっとだけ寄ってみない？ちょうど喉も渇いたし、ね。よし、そうと決まったら早速並ぼう。待ってる列もそれほど長くないみたいだし、そんなに時間はかからないと思うよ。こういう発見があるんだったら、たまにはウォーキングも悪くないとも、なんてね。弓道部とスクールアイドルとの両立は大変ですが、充実しています。オラにもできる。あー、外はすっごい大雪だったね。部屋の中もすっかり冷え込んじゃってる。何かあったかい飲み物でも作ろっか。ココアなんてどう？うん、決まり。やっぱり冬はココアだよね。甘くて美味しくて体の中から温まるし。あ、そうだ、この前小鳥ちゃんに教えてもらったの。ココアにちょっとだけ練乳を入れると美味しいんだって。よし、早速試してみよう。はい、あなたの分。やけどしないように気をつけてね。ふぅ、ふぅ、あー、美味しい。優しい甘さがじんわりと口の中に広がって、なんだか落ち着く。それにしてもまだ雪は降り積もってるみたいだね。この感じだと明日は一面が金世界かな。あ、ひらめいた。朝になったら鎌倉を作るってのはどうかな。みんなが一緒に入れるくらいに大きいやつを。で、その中であったかいココアを作ってお茶会をするの。今度は小鳥ちゃんや海ちゃんたちも誘ってね。もしよかったらあなたも手伝ってくれるかな。本当？あ
一緒にすっごい鎌倉を作ろうね。読んでみたいストーリーを選んでください。誰か助けて。ご乗車ありがとうございます。あなたを快適な空の旅へとご案内するのはミューズ航空の郷坂ほのかです。え、車じゃないんだからご乗車は変？それじゃあ、ご乗船は船だよね。飛行機は、あれ？おぉ、おぉ、ご搭乗？そういえば、キャビンアテンダントさんがそう言ってた気がする。そっか、ご搭乗か。でも、どうして他の乗り物と言い方の法則が違うのかな。だって車とか電車はご乗車で、船はご乗船でしょ。飛行機だけご搭乗なんて覚えづらいよ。ご乗機とかにすればいいのに。逆に覚えづらいし語呂が悪い。そうかな。我ながらグッドアイディアだと思ったのに。じゃあライブ始めの挨拶は、ご搭乗ありがとうございます。今日はミューズキャビンアテンダントが素敵な空の旅へとご案内いたしますで決まりだね。空港の特設ステージでライブをするからキャビンアテンダント風なの。この衣装大人っぽくって素敵だよね。ずいぶん寒い。風には注意してくださいね。ここほれワンワンって花坂じいさんの犬じゃないよ。じゃあ何の衣装なのって。お正月なんだから分かってよ。そうそう、干支の犬。大正解。今日はね、新年明けましておめでとうライブをするんだ。ライブ会場はね、なんと神社の境内なんだよ。すごいでしょ。のぞみちゃんから話を聞いた時にはびっくりしちゃった。だって神社の境内でライブするなんて思わないじゃない。お正月には初詣に来る人も多いでしょ。だからたくさんの人に楽しんでもらえるライブをみんなで考えてこの衣装にしたんだ。巫女さん衣装もいいんじゃないって提案したんだけど、本物の巫女さんと間違われかねないからって却下されちゃった。間違われちゃうものかな。って早くお弁当食べなきゃお昼休憩終わっちゃう。ライブ直前のリハーサルとはいえ、お正月くらい朝寝坊したかったな。私のおすすめのメニューはミントティーです。さっぱりしていて美味しいですよ。ハッピーイースター。知ってる？外国ではイースターにエッグハントやエッグロールっていう遊びをやるんだって。今日はあなたとエッグハントをしようと思って、昨日ミューズのみんなでイースターエッグを作って隠しておいたんだ。イースターエッグっていうのはね、可愛くカラフルに色付けしたゆで卵のことなんだよ。ほのかは大好きなイチゴの絵を描いたんだ。でも卵に絵を描くって思ったより難しくって何度も失敗しちゃった。リンちゃんは猫のイラストでね、エリちゃんはマトリョーシカみたいな感じだったかな。そうそう、
小鳥ちゃんのイースターエッグはお店で売ってるみたいに綺麗だもん。さすがミューズの衣装担当って感じだよね。あ、いけない、みんなにノーヒントで見つけてもらうようにって言われてたんだった。今喋ったことみんなには内緒ね。よし、エッグハント始めるよ。ずいぶん寒い。